樋口和彦です。皆さんお元気してますか？まあ2日前にも皆様にお会いしたと思うんですけど、お話ししたと思うんですけど、この間鈴鹿スポーツガーデンのことについて、その他もろともろ、もくもくファームの話もしたと思うんですけど、今日はもくもくファームの話はこっちなんですけど、で今日はですね、どういう話をするかと言いますと、鈴鹿スポーツガーデンの、この間お話ししたと思うんですけど、バス停が、鈴鹿スポーツガーデンの入り口にあって、歩いたら30分かかるやろうっていうお話をこの間したと思うんですけど、私もいろいろ調べたんですけど、どうやってもね、やっぱりね、あそこに行くまでに1時間はかかってしまいますね。そこのバス停に行くまでに。この間言うとった通り、平田町の方から鈴鹿シーバス、白子行きに乗ったとして、そこから50分。それで鈴鹿スポーツガーデン口の入り口っていうバス停があるんですけど、そこ行くまでが約50分。それで、例えば逆回りの三日市から白子までバスを乗った時は、電車ですね。近鉄に乗った時は、ちょっとしたら40分、下手したら40分かかるよっていう話をして、で、白子からまたその逆回りの平田町方面のバスを乗ったら、約25分か30分かかるっていうお話をして、どっちから行っても、1時間はかかるよっていうお話をこの間したと思うんですけど、それで歩いて、そこから、30分か40分か、わかんないんですけど、行ったことないんで、で約30分ぐらいかかるという、噂になってますから、そうやと思います。あれからですね、いろいろ、県とかね、鈴鹿市とかね、全然関係ないんですけど、障害者スポーツセンターとか、にも、相談したんですよ。そして、視覚障害者支援センターとか、アイパートナー、関係あるかどうかなんかわかんないですけど、アイパートナーの方にも相談したんです。まず、順序を追って、話していきたいと思います。まずは、この間、鈴鹿スポーツガーデンの所長さんにお話をして、それで、月曜日なんですけど、鈴鹿スポーツガーデンの所長さんが視覚障害者支援センターの方に、電話をしたみたいですわ。それで、視覚障害者にどうやって対応していきたいかっていうことを、相談したみたいです。それで、一応、あとで鈴鹿スポーツガーデンの所長さんからまた電話がありまして、一応代表の方とお話しして、うちは障害者の方は別に使っていただいてもいいんですけど、やっぱりその初めは一人で来ていただくとやっぱり危ないかなと思いまして、同行介助とか、この間言うとったアイパートナーさんに訓練してもらって使ってもらった方がいいですって言って、お話をしましたっていうのは言っていました。それで、おいおいどうなっていくかわかんないんですけど、一応、バスのことも相談したんかなと思うんですけど、そういう感じだったんです。それで僕も視覚障害者支援センターの方に、月曜日また再度電話したら、やっぱりね、知らなかったんですよ。その所長さんから電話があったから良かったんですけど、その前にですね、ちょっと僕にできることないかなと思って、県の教育委員会に電話しました。それで月曜日はやってまして、教育委員会のスポーツ推進課っていうのがあるんですよ。スポーツ推進課っていうのがあって、その方と担当の方と喋ったんですけど、
で、担当の方は、一応、鈴鹿スポーツガーデンがあるのは知ってますよっていうことで、それで僕言ったんですわ。なんか、シーバスが行っとって、鈴鹿スポーツガーデンのなんか入り口って、まあ、あるみたいなんですけど、あれどっからどうやって行くんですかって言ったら、あれは歩いていただかないといけないんですわっていう、まあ、ことやったんですわ。それで、僕、こういうことを話したんですよ。まあ、森も、そこの所長さんに、話したら、まあ、バスが、まあ、私らもどうしようもないって言って、まあ、県に行ってもらわないと、県に言わないと分かんないって言って、なかなか難しいって言って言われたんですわって言ったら、まあ、そうですねって言って、その方も言ってみえたんです。それで、まあ、今までの経緯と、名古屋とか東京には、障害者のスポーツセンターがあって、障害者の方が、まあ、安全に、縦横無尽に、スポーツセンターが利用できるんですよっていうお話もしました。で、名古屋が有料っていうのも話もしました。まあ、200円なんですけど、そのことをお話ししたら、それこういうスポーツセンターがあるっていうのはご存知でしたかって言ってお話ししたら、存じ上げないですって言われて。で、僕ね、まあ、県の方やもんで、そういうことは知っとるかなと思っとったんですよ。でもその方は、初耳やったらしくって、と思って、僕もびっくりしたんですよ。疑って言っちゃったんですけど、そんなことも知らないんですかって僕も言っちゃったんですよ。そしたらね、勉強不足ですいませんでしたと言って、まあ、言ってたんですけど、まあね、なんかね、いろいろ言ったんですけど、あれっていうのは、障害者の方っていうのは、なんか、いけないって聞いてるんですけどって言ったんですよ。その、スポーツ推進委員会、協議会の方に言ったんですけど、でも、障害者の方来てるって言うや、聞いてますよって言われたもんで、でも、視覚障害者の方とかどうなんですかって言ったら、いや、それは知らないんですけどって言って、障害者の方は来られてるとは聞いてるんですけどって言うてました。でも僕言うたんですよ。視覚障害者は、でも、行けないですよねって言って、車乗れないですからって言って言ったんですよ。それで、障害の方は、でも、目が見えてる方は車乗れる方いるから、そういう方が来てるんですよねって言ったら、そうやと思いますって言ってました。あ、ちょっと目かいてすいません。それで、まあ、視覚障害者の人が行けるようにしてくれませんかって言ったんですよ。で、交通の面とか、あれどうやって行くんですかとは言ったんですけど、まあ上の方には言ってくけど、すぐに解決できることではないってそこの方は言っていたんです。で、僕ね、言ったんですよ。これを言ったらあかんのかなと思ったんですけど、これ、なんか視覚障害者の人に行ってもらったら困るみたいな風に見えたんですけどって言って、行かんといてくださいっていう風に見えたんですけど、それってどうですかって言ったもんで、いや、それは何とも言えないですって言って、その方も言われたんですよ。それで、なんか、視覚障害者の方に、鈴鹿スポーツガーデンの話をしたら、ほとんどの方知らなかったんですわって言って。それでもう僕の友達の、その島の子だけはなんか知っとったみたいなんですけど、なんかあるとしか知らないみたいで、なんかテレビで見たって言ってましたよって言って。それでなんか多分三重県の市長さん、まあ、一味さんやと思うんですけど、その一味さんやったと思うんですけど、その市長さんが出てきて、スポーツを発展させやなあかんって言うとったらしいですよって言って、それで鈴鹿スポーツガーデンを使っていってくださいっていう、なんか話をされとったっていうテレビを見てましたよって言ったら、あ、そうなんですかって言って、まあ、でもね、なんか初耳みたいな話だったんで、その方もなんか知らなかったみたいで、よしとる人かなと思っとったんですけど、そんなんではなかったんですよ。それで、視覚障害者支援センターの方にも聞いたんですわって言って、それで、県に近い人で聞いてみたんだ、なんか知らないって言われたんですよって言って言うたら、でもそれ、私に言うてきまったも困るんですけど、その人が言われたんですよ。推進委員会の方から。それはでも、鈴鹿スポーツガーデンの所長さんが言うのが仕事じゃないんですかって言って言われて、って言って言うたんですよ。でも、そこの所長さんは何もできないって言ってましたよって言うたんですよ。そしたら、
でもインターネットとかあると思いますけど、インターネットで見てもらってるはずですよって言ってました。それで視覚障害者支援センターの人が、まあそこで視覚障害者の方がおって、職員でおって言ったと思うんですけど、まあその県のホームページとかもあるみたいなんですけど、まあまともに音声が喋らなかったりとか、その結局その音声自体に本当対応するためには、プログラムをちゃんとしないと、ホームページってちゃんと読まないみたいなんですよ。で、ホームページ自体はなんか読むんやけど、なんかそのデザインをまあ求めてきて、まあ写真とか、まあ画像系とかね、グラフィック系、まあ僕も知らないんですけど、はっきりとしたことは。で、そういうのは、まあ、音声というのは苦手で、それで、まあ読むね、ホームページもあったんですけど、まあ僕もちょっと見たんですけど、なんか分かりにくいホームページやなと思ったんですよ。それで、なんか読まないところもなんかあるみたいだなと僕も思ってたんですけど、それで僕言うたんですよ。なんかホームページってでもあれ、音声読まないって言ってましたよって言ったら、あ、そうなんですかっていうことだったんですわ。それで、いや僕、でも、ホームページでも使えない方どうするんですかって言って、その推進委員会の人に言うたら、それって本当は紙とかなんか本当は通知とか送るのがあるとちゃいますかって言うたら、それを、スーカスポーツガーデンの所長さんがそれは仕事なんとちゃいますかって言い出して、まあね、ちょっといい加減やったんですわ。僕も、まあね、ああいうこと言うかなと思っとったんですけど、まさかここまでひどいなと思ってて、なんかね、勉強不足、なんか来たばっかって言ってましたね。まあ、名前ちょっとここで言うとまずいんで言えないんですけど、教育委員会、まあ、県のね、教育委員会の、スポーツ推進協議会っていう方でしたね。来たばっかって言ってました。それで、まあ、僕も勉強不足で申し訳ないですって言って、それでまあ、それ僕言うたんですよ。視覚障害者は、その名古屋とか東京にそんなしょっちゅう行けないですよねって言って。それで電車、結局それ安で行けると思いますけど、それで視覚障害者っていうのは、まあ今までのこと、まあスポーツジム行くにしても、市民プール行くにしても断られるんですわって言って、それ目悪いで危ないって断られるもんで、ダメなんですわって言って言うといたんですよ。で、まあパラリンピックの話もしといたんですけど、パラリンピックの方で、まあ、いろいろ活躍されてる方は、まあ、見られてると思うんですけど、ああいう人らも習うところないみたいで困ってるみたいですよって言ったら、なんかあんまりわからんみたいな返答が返ってきたんですよ。いや、もうこれ、でも、僕言ったんですよ。まあ、それはいいんですけど、そのバスを、まあ、出してもらって、施設を使えるようにしてくれませんかって言ったんですよ。再度。そしたらね、まあ、難しいと思いますよって言われて、それでなんかね、こんなこと言ったんだけど、鈴鹿市がバスを出しとるもんで、なんか家やみたいな、そういう感じなんですよ。なんか鈴鹿市と連携できてないんじゃないかなって僕思ったんですけど、あれ、なんとかできないんですかって言って、あれバス出てないんですよねって言ったら、いや、バスは、シャトルバスは出てるんですけどって言って、なんか白子からなんかバスが出てるみたいですよって言って、近鉄の白子から。その推進委員会の方が言ってたんですけど、あれでも白子からなんかバス出てないと僕聞いたんですけどって言って、所長さんから聞いたんですわって言って、それも聞いたんですけど、なんかその、シャトルバスは出とるのは出とるんやけど、土日、祭日だけ、その鈴鹿スポーツガーデンの入り口のそのバスが止まるバス停のところにシャトルバスが迎えに来るだけみたいですよって言って言ったんですよ。そうなんですかって、私はそんな知りませんでしたけどって言われたんですわ。でも私は白子から来とるもんと思っとったんですわって言われて、いや、それも把握してないんかなと思ってこの人は思ったんですわ。それで、いや、現にそうやって聞いたんでって、僕はそうやって聞いたんで、それが本当やと思いますけどって言って言うたら、そうですかっていうやつだったんですよ。それでなんか初耳みたいな感じだったんですよね。その感じが。それで、まあ言うたんですよ。土日、祭日行ってもいいんですけど、やっぱり人多いと怖いですよねって、障害者の人が訓練したらって言ったら、そうですよねって言って言われてて、そういう感じなんですわ。
で、なんかその学生の方も困ってる見えるみたいですよって言ったんですよ。30分も歩かなあかんで大変みたいなんですよって言って言うたんですよ。それも言うといたんですけど、あ、そうですかっていう感じだったんですよ。で、もこれはね、なんかもう話ならんなと思って電話をね、もう切ったんですよね、僕。いや、この人言うてもあかんのっちゃうかなと思ったんですよ。なんかね、そのやる気がなかったんですよ。視覚障害者を、なんかね、もうちょっと、どうかし、なんとかせなあかんなっていう気持ちはなんかないみたいな感じなんですよね、そのあの言い方では。まあ、ね、なんとかしようかっていう気もあったんかもしれないですけど、なんか言い方がね、そういう風に聞こえたもんで、で、全部把握しとるもんかなって僕思っとったんですけど、全く把握してなかったんですよ。把握してなかったんです。それで、電話なんですけど、一応、iPad で録音してます、私は。まあ、一人はね、公表するとまずいまで公表しないんですけど、電話、iPhone 持ってるんですけど、電話の録音機能がないんですよ。それで大事なことを話すときは、まあ、録音するんですわ。それで、まあ、他の人もチラッと言うたんですけど、まあ、いいですよって言うてましたわ。それで、やっぱりね、大事なことは、まあ、メモができないもんで、まあ、私は録音してるんですわ。まあ、公表はできないんですけど、その録音自体も、いろいろプライバシーとかありますから、まずいかなと思いまして、まあ、出さないんですけど、あとですね、まあ、こういうことを聞いたんですけど、三重県の視覚障害者の会長さんっていうのがいまして、まあ、もちろんその方の名前も言うことまずいんで、その方からいろいろアドバイスとかいただいたんですけど、障害者のね、相談員に相談されたらどうですかって言って、言うたんですよ。それで、まあ、松坂の人やったと思うんですけど、どこやったかちょっと忘れちゃったんですけど、松坂の人やったと思うんですけど、それで松坂とかで、その、まあ、例えば通でも、その、なんか、障害者が、その、福祉タクシーを使えるっていう制度があるみたいなんですわ。それで、普通のタクシーっていうのは、高いと思うんですけど、乗った分だけのものを取られると思うんですけど、それでなんかね、松坂とか通の場合はなんかそういうのがあるみたいで、まあ、何キロ何キロで、まあ、1キロ100円とか2キロ、5キロ500円とかそういう使い方のできるタクシーがあるみたいで、それを受けるためには、同行解除を受けないといけないって言われたんですわ。それで同行解除っていうのは、まあ、障害者とか、まあ、視覚障害者の人が、まあ、買い物とか、例えば、まあ、それはもう、もちろんその公共交通機関を使って、病院とか、まあ、こういうとこ行きたいとか散歩したいとかって言ってついてもらう人なんですけど、それは障害者につけられるものなんですけど、それは、それもまあ、一応なんか、判断基準があるみたいなんですけど、この人はまあ行動力はもうちょっともう難しいで全然見えやしてで、つかなあかんって場合はついてくれるらしいんですわ。それでまあ僕も、前は断っとったんですよね。自分で行けるで。行けるもんで。まあ行けるって言うたらどうなんか、言うたらあかんのかもしれないですけど、それで、まあ僕は鈴鹿市の市役所とかにも相談して、まあ、社長さんにも相談したんですけど、視覚障害者を乗せる制度が鈴鹿にはないみたいなんですわ。それ他のとこのことは言ったんですけど、他のことのことを言ってもらっても、こっちは困りますっていう感じだったんですか、ですわ。それでまあ、鈴鹿市の、福祉課の方にもこのスポーツガーデンの話をしたら、樋口さんは家族の方も見えるんですよねって言われて、え、なんでですかって言って、あと家族の方とかお友達いますよねって言われたもんで、その人らに連れてもらったらどうですかって言われたんですよ。何言ってるんですかって言ったんですよ。でもバス出してくれたらいいじゃないですかって言ったら、いやでも鈴鹿市バスはそんな県のどこには入れないと思いますよとかって言い出して、そういうことを言われたんですよ。それで、まあ、この人は何を問うのかなって僕思ったんですけど、なんか担当者がね、福祉課の担当者がなんかね、全然知らん人やったんですよ。それで、まあ、iPartner を、まあ、紹介してくれた人が出てくるのかなと思っとったんですわ。
それ iPad はもう市役所を通さないと使えないんです。それで、一応、障害者手帳がないとそれも使えないんですけど、iPad をその利用するときに、市役所の方にまあ相談したんですよ。その時に見えた担当の方は、なんか、まあ名前言うとまずいんですけど、聞いたら、もう部署が変わったみたいで、なんか全然違う人が出てきたんですわ。それなんか僕の状況を分かって見える方かなと思ったんですけど、なんかそのうち、なんかね、その一般の人っていうのはね、みんな車乗っとると思うみたいなんですわ。これ本当なんですわ。その市役所の人でも誰でもね、初めて知らない方っていうのは、まあ、これ三重県に住んでる方っていうのはね、車がないと生活できないって思ってる人もいるんですわ。まあ、もちろんそうなんですけど、どこも行けないんですわ。実際のところどこも行けなかったんですけど、そういうことをやっぱりね、言われる方言うんですよ。やっぱりね、これはね、市役所の方もね、なんか知らんとそうやって言うみたいなんですよね。一般的には車乗っとるやろって言って、そういうことになるみたいで、それでその市役所の方が、ひぐさんそこへ行きたいんやったら、家族の方に乗せて、車に乗せてもらったらどうですかとか、あと、お友達と行って、連れててもらったらどうですかって言ったら、何を言ってんですかって僕言ったんですよ。うちの親車乗れないって、でも知ってると思いますけどって言ったんですよ。それうちのお母さんも耳聞こえやんし、お父さんも障害者なんですけどって言って、足悪いんですけどって言って、それで友達って言っても、私の友達っていうのはあんまりいませんし、皆さん視覚障害者で見えない方ですよって言ったんですよ。そんな人と行けって言うんですかって言ったら、いや、私は行けとは言ってないんですけど、そういう点もありますよって言ってたんですけど、でも状況分かってないんですかって言ったんですよ。で、前状況話したと思うんですけどって言ったら、知らなかったんですわって言ってて、それで、じゃあ別に、でもその人に連れてって、でも自分で意思で行けるんやったら、ねえ、言うたんですよ。バスさえ出してもらったらいいんですよって言うたんですよ。それで今までのね、スポーツ状況、視覚障害者が断るって話もその方にしたんですけど、理解しとったんかな？わかんないんですわ。やっぱりね、ようわかんなかったみたいな感じの人やったんですわ。それでね、なんか、あんまやる気がないんかなと僕も思ったんですよ。それで、言うたんですよね。これ、でも、見える方は自分で行ってるみたいですよって言って。視覚障害者は行けないんですかって言うたら、なんとも言えないんですわって言われたんですよ、福祉館の方が。それで、そのバス、行けるようにしてくれませんかって言ったんですよ。市バスが行けるようにしてくれませんかって言ったら、いやー、でもね、あれ、県のね、施設やで、市バスは入って行けないと思いますよって言ったんですよ。じゃあ県の方に言ってもらえますかって言ったら、うちはそれを言うとこではないんですわって言われたもんで、だから連携がね、全く取れてないんですよ、その市と県が。やっぱりね、違うんですよね、なんか別なんですよ、おかしいんですよね、それ自体も。それでね、僕言うたんですよ、どこ解除を受けたいんですけどって言って、それで社長さんの番号教えてもらってもいいですかって言って、社長さんに番号教えてもらって、社長さんにかけたら、結局ね、いろいろ話したんですよ。同行解除を受けたいんですわって言って。それで向こうの方がなんで同行解除を受けたいんですかって言うたもんで、いや、なんかその人から聞いたんですけど、なんか通とかね、松坂の方は、なんか視覚障害者の方がなんか、介護タクシーを受けられる、福祉タクシーをね、なんか受けられるって聞いてるんですけどって言って、なんか何キロ行くだろうとかって言って、それそういうのあるんですかって言ったら、ありますよって言われて、一応それっていうのは平日しか使えないんですわって言われたもんで、それっていうのは僕みたいな視覚障害者使えるんですかって言ったら、車椅子しか使えないって言われて、でも、それ使えるんじゃないですかって言ったんですよ。なんで鈴鹿市はそれできないんですかって言ったら、いや、樋口さんみたいにそうやって言ってくる人がいなかったもんで、それで一応、
車椅子の方は目の悪い方も健常者の方、まあ健常者ではないと思うんですけど、車椅子の方なんで、そういう障害者、まあ手帳を持っている方だと思うんですけど、そういう方は、介護タクシーを認めてるんですよって言われて、まあ福祉タクシーなんですけど、福祉タクシーを認めてるって言って、視覚障害者乗せてくれませんかって言ったらね、それ制度がないもんでできないですって言われたんですよ。じゃあどうするんですかって言って言うたんですよ。それ私でも鈴鹿市からタクシー券とかもいただいてるんですけどって言ったんですよ。それ鈴鹿市からタクシー券いただいてるんですけど、もうまともに乗るとすぐなくなるんですわって言って、まあこういうねタクシー券なんですよ。一応鈴鹿市はねタクシー券も支給されてるんですけど、その枚数がねもう問題で、確かね5枚がね24枚で、一応金額はね1万2000円なんですわ。1万2000円なんです。それでまあ多いところはね、本当東京とかは72枚とか四日市も72枚って聞いたことありますね。あと桑名も。それでなんか松坂の方はなんか名前か知らないんですけど、3万円まあ3万5000円やったけど、なんか3万円になったとか言ってましたけど、それだけ要素はね差が開いてるんですよ。で東京はねおまけにタクシー券以外にも、前もお話ししたと思うんですけど、都営地下鉄とか都電とかね、日暮里トレリンライナーとか都バスとかがまあ無料で使えるって言ってました。まあその IC カードをなんか渡されるって言ってましたね。だからあそこに東京に住んでいる見える方はそれが全部無料って言ってました。東京メトロは全然ダメみたいなんですけど、一応都営は全部ね無料で使えるということなんです。使えるんですけど、まあ僕らがね東京に行った時はまあ名古屋市営地下鉄とかね京都市営地下鉄っていうのは障害者一人でも半額になるんですけど、なんかならないみたいなんですよね。半額にはならないって言ってました。僕らがっていくら東京に行っても。だから障害者手帳この間お見せしたと思うんですけど、あれをいくら見しても半額にならないって言ってました。僕なるんかなと思っとったんですよ。都営ぐらいは半額になるんかなと思って、ちょっと都営のところに、まあ電話で言ったんですよ。そしたらね、ならないって言ったら申し訳ないんですけど、ならないんですわって言って。それまあバスとかはね、見したら半額になるんですけど、ちょっと電車とかはね、ちょっと無理なんですわって、一人でも半額にならないんですわって、でも障害者ですよねって言ったら、いやなんかね、ダメなんですわって、東京の方から言われたんですわ。まあ一応ね、乗り放題の切符とかはあるって言ってました。乗り放題は。一日乗り放題っていうのが。確か、都営だけのやつと、都営のそれ全部乗れるやつと、まあ、都営の地下鉄とメトロの地下鉄が乗り放題っていう券はありますって言ってました。それで、一応、一回一回乗ってその半額っていうのはないそうです。まあ、東京メトロも、まあ、聞いたらないみたいで、そういう制度がないみたいなんですよ。それまあ、大阪メトロと一緒かなとか思ったんですよね。やっぱり東京もね、なんか、ようわかんないんですよ。だから、まあ、住んどる人にはちゃんと手厚い、もので、制度があって、まあ、交通の面ではいいと思うんですけど、ね、僕、ね、タクシーいらんのちゃうかな、思って、東京は。それタクシーがすごい72万円もあって、東京都のが全部無料って言ってたもんで、えらい違いやなーって僕思ったんですよ。それで、なんで鈴鹿、その交通の便が悪いのに、タクシー券が1万2000しかもらえんねやろなと思ったんですよ。それこういう不便なところはタクシー券多くてもいいのになって僕思ったんですけど、まあ鈴鹿市に言ったんですけど、財政がね、どうにもならないっていうことで、まあ、財政によってそれがね、左右されるみたいなんですわ。それで、国がやったらええんとちゃうかっていう人もいたんですよ。国がやれば、みんな全部同じようにまんべんなく当たるんで、なんかそれ国が出したくないんとちゃうかっていう話もありますね。だから市自体がねそれをやってるともう大変みたいなんですよ。前はね、以前はねもう2万円近くタクシー券があったんですけど、だんだんそれも減ってたんですよね。それでなんかしまいに僕今回今年聞いたらなんか1万2000円ということで、
1ヶ月で1000円ってことですよね、結局は。そういう意味なんですよ。だから、前、この間言うとった、まあ、鈴鹿スポーツ関連ってタクシー乗ってたらえらい目に遭うんで、まあ、片道3000円って言うと話したんですけど、まあ、2往復したらまあ、終わりですよね、単純に言うたら。それで、他の障害者の方にもまあ、聞いたら、なんかね、すぐなくなるって言ってましたよ。それで、中途失明者の人、まあ、丸っきり見えない人、初めから見えない方は自分で、まあ、行かれる方多いんですけど、中途失明者はもうそういうのができないから、タクシーを頼らざるを得ないということで、まあ、全くないって言ってました。っていうことなんですよ。それに、タクシー会社がね、まあ、やっぱり聞いたら、参考タクシーさんは、6台しかないって言ってましたね。最高。で、近鉄タクシーさんは、最高8台って言ってまして、これもね、もう10時は使えないんですよ。もうやってないんですよ、タクシーが。だから10時からはタクシーがやってない。どっちもタクシーやってなくって、それで参考タクシーは、なんか開始の時間は、朝の開始は7時からで、近鉄タクシーはなんかね、朝の6時からって言ってました。もうそれもね、台数がないから、ちょっとなんか、まあなんか、行事が、いろいろと、鈴鹿の行事があると、もうタクシーが使えないんですよね。だから、障害者の方だけが使うタクシーじゃないもんで、一般の方が使うもんで、それでタクシー会社も、商売やもんで、っていうことなんですわ。だからね、タクシーも台数が借りられとるし、もう時間が10時になったら使えないんですよ。そういう状況だったんですよ。それで、まあ僕は前、京都から帰ってきて、まあ、途中の駅からタクシー乗ろうかっていう話もしたんですけど、タクシー自体が動いてないから使えないんですよ。そういう状況なんですよ。だからタクシー券があっても使えないんですよ。びっくりしましたよ、本当に。そういう状況なんですよ。それ名鉄タクシーっていうのも以前あったんですけど、もうだいぶ前に鈴鹿市を撤退して、それで、まあ、それ話したと思うんですけど、それ気がついたらね、もう三重県からもう撤退したみたいなんですよ、完全に。名鉄タクシーは三重県にはないみたいなんですよ。それ僕も人から聞いたんですけど、なんか本当になんか乗る人がいなく、みたいなんですよ。だからその、障害者よりか一般の方がやっぱり住んでる方がやっぱり多いから、って思うんですよ。だから借りられた人しかタクシー乗らないから、タクシー会社も、障害者のために走っとるわけではないから、やっぱりね、その、事務所置いとくと経費がかかるからすぐね、もう立ち退いちゃうみたいなんですわ。ちょっとすいません。だからタクシー自体も、まともに僕だっていうのは、だから利用することがもう難しいですね。で、障害者、他の障害者の方もタクシー呼んでも、来てもらえなかったって言ってました。いざ使おうと思ったらもういっぱいで使えなかったって言ってましたよ。で、その日はもうダメっていうことがあったみたいですわ。僕とね、同じ事例やったんですけど、だから緊急の時にタクシーを使おうとしても僕ら使えないってことなんですよ。だから10時からタクシーがないんですから、もう腹が痛くなったりとか、もう調子が悪くなったら救急車を呼ぶしかないんですわ。で、一応救急車の方にも話をしといたんですけど、そのこと。そしたらまあ調子悪かったら一応タクシーじゃないや、救急車呼んでもうたら、まあ行ってくれるみたいなことを言ってました。で、うちは障害者ってことは消防士の方もよう知って見えるみたいで、まあいろいろ今まで僕問題起こしてるから薬で。それで消防車の方もまあ病気が大変だってもう分かってもらってるみたいで、まあいたずら電話したとこなんですけど、薬飲んだ時に。僕はね、110番とか119とかね、118っていうあれね、海上保安庁にもいたずら電話しましたからね、薬飲んだ時に。もう訳分かんなかったんですよ、薬飲んでる時は。まあ怖いんですけど、まあでもね、もう謝っときました。本当すいませんでしたって言うときましたけど、そしたらね、わかりましたって言って、ありがとうございましたって言って、消防署の方は言ってたんですけど、まあ、ああいう人はね、病気って言えばちゃんとわかってくれる人なんですけど、まあお店とかではね、問題起こしたら絶対出てきませんから、そういうことなんですけど、まあさっきのやつ戻るんですけど、一応、まあ、一応視覚障害者は、福祉タクシーに乗れないっていうことなんです。いや、言ったんですよ。それで、まあ一応上の方には言うんですけど、難しいと思いますよって言われて。
言ってました。まあ、視覚障害者のそのね、会長さんとかにもお話ししたんですよ、それを。なんでやろとかって言ってましたよ。それでも、タクシー乗れる制度がありやんかなとかって、でもなんで視覚障害者あかんねえとかって、やっぱり言ってましたね。それで、あとね、まあ、もっと問題なんが、障害者が言える窓口がなくなったんですよ。まあ、障害者協議会やと思うんですけど、鈴鹿の。それがないみたいで、本当はそこに言うて、市役所に本当に言うてもらうといいんですけど、言うところがないんですよ、僕だって。鈴鹿市はね、ないんですよ。なんか、全部それもなくなっちゃって、だから個人が言うても、どうにもならんとっちゃうかって言って、その、視覚障害者の方も言われたんですよ。だからなんかその鈴鹿市がそれ閉めてしまったってその方から聞いたんですわ。だから僕らってどこへも言えないんですよね、鈴鹿市には。だから通の障害者のとこに言っても、鈴鹿に言ってくれって言われるんですよ。だからどこもね、行けないんですよ、僕らって言えないんですわ。それで僕、やっぱ個人で言う、まあ先ほど言った鈴鹿のまあ市役所に言ったっていう話もしたんですけど、全然ダメやったじゃないですか。で、やっぱり個人で言ってたらダメなんかなと思って。でも組織みたいなのがないから、誰も言ってくれないから、泣き寝入りなんですかねと思って。それでね、なんかね、ちょっと思い出したんですけど、鈴鹿市の市役所の方が、樋口さんって i パートナー受けられてますよねって言って、それだけなんかしとったみたいで、樋口さん i パートナーでなんか介護してもらってるんですよねって言うたもんで、いや、僕、前の担当の方に、iPhone とか iPad とかちょっと使えやんもんで、それで生活があれ使、あれが使うと生活できやんもんで、あれを訓練してもらうために iPad のあれ呼んでたんですわって言って。それパソコンとかもちょっとわからんもんで、それでいろいろその人らに教えてもらっとったんですわって言ったらそうなんですかって言って。でも、あの人はでも介護を教える人ですよって言うたもんで、それで、そのスポーツが、さっき言っとったその、まあスポーツガーデンの話のことなんですけど、スポーツガーデンのバス停から歩くの大変やったらその方に頼んで歩けるようにしてもらったらどうですかって言って、まあ変なこと言っとったんですよ。でもね、 i パートナーっていうのはね、訓練のための人なんですよ。それでそうやってタクシー代わりにあの人だって車乗せることはやっぱりできない人みたいなんですわ。それで訓練で現地に行って車乗せることはできるらしいんですわ。そういうとこなんです。で i パートナーっていうのはまあこの間お話ししたと思うんですけど、あの歩行訓練とか展示とか料理とか、あのまあ最近まあその IT 関係のまあパソコンとかね、 iPhone とか iPad とか、まああの最近僕はホームページがちょっと使い方が分かんないもんで、そういうのとか教えてもらうようなとこなんですよ。だから生活訓練をしてくれる方なんです。で一応僕は鈴鹿市から言われてるのは、まあ10時間は使えますよって言って言われてるやつなんですよっていうことなんですよ。まあその方にもね、一応話はしといたんですよね。アイパートナーの方にも話しといたんですけど、それでなんか鈴鹿氏がそういうこと言ってたんですけど、それってできるんですかって言って、あのまあ訓練、歩く訓練とかね、それで中でそのどういう鈴鹿スポーツガーデンの中のシステムのあの中とかを訓練することはできるって言ってました。安全に使えるように訓練するっていうのはできるとは言ってましたけど、やはりね、車を乗せることはできないって言ってましたね。あの、仕様では。それ訓練では乗せられるって言ってました。それで、まあ、一応、i パートナーの方も一応そこ、現地を一回調べてみますわっていうことで、それでまあ、樋口さんでも30分を10分で歩くっていうのは無理ですよって言って、それ危ないですよって言って言われたんですよ。で、僕言うたんですよ。あれなんか30分くらいかかるみたいですよって言って。それであんなん、でもなんか鈴鹿市がなんかそういう風に言うたように聞こえたんですよって言うたら、まあ鈴鹿さんもなんか言うことないでそうやって言うたんかなって、やっぱりその人も言ってみえて。それで、なんかね、鈴鹿市の人に聞い、福祉課の人に聞いたらなんか i パートナーさんに訓練受け取んで、あの、そこを訓練してもらって歩けるようにしてもらったらどうですかっていうことを言われたんですわって言ったら、まあその訓練はできるとは言ってました。まあだから現地まで一緒に、まあ車で移動してってことを言ってました。そういう訓練はできるって言ってましたけど、やっぱりね、乗せられませんって言ってましたね。仕様では乗せられないって言ってたから、やっぱりその、どこを
同行援助を受けて、やっぱり解除を受けるしかないみたいなんですわ。それで、まあ障害者の、相談員さんを紹介してもらおうかなと思っとったんですわ。そこの市役所に。それで、それを、やっぱりそれもね、今日市役所の方に言ったんですよ。今日また初めて。それで、愛っていうとこに言ってくださいって言われて。以前ね、ここに来てもらっとった方があって、その方やったんですわ。その方やったんです。まあ、その方の名前も言うとまずいんで、前からよく、生活の相談しとった方やったんですわ。で、その人が相談員さんっていうことで、まあ、その方に、まあ、今日電話かけたんですよ。そしたらね、同行解除をあれ受けたいんですけどって言うたんですよ。そしたら、樋口さん、でも同行解除って言っても、樋口さんって歩けるんですよねって言われたもんで、いや、歩けますけどって言うたら、でも樋口さんっていうのは、前話聞いたら、なんか名古屋へ電車で行って地下鉄乗って、なんか、バスも乗れるんですよねって言われて、できますけどって言うたんですよ。それで、なんか水族館とか動物園とか、なんか名古屋城の話されてたと思うんですけど、樋口さんどこでも行けますよねって言われたんですよ。何を言いたいんですかって言ったら、いや、そういう人っていうのはどこ解除難しいんですよって言われたもんで、なんでなんですかって言ったら、いや、同行解除っていうのは、一人で行けない方に同行解除つけるものなんですわ、って言って。でも僕っていうのは、新商社手帳の一種一句なんですわ、って言って。それやったら受けられるんですよね、って言ったら、いや、それが、やっぱりね、介護と同じで、見てからじゃないと、判断がね、もう難しいって言ってましたよ。で、最近の介護度とかも、だいぶ厳しいと思うんですけど、足が痛い人でも昔はね、要介護で入れたんですけど、もうそれも支援になってるんですよ、今の人は。だからよっぽど体が悪い人じゃないと、介護にならないんですよ。だからそれと一緒なんかなと僕思って、それで、いやでも僕、三重県が不便やもんで、名古屋でこうやって行ってるんですよって言って。だからスポーツセンターも、まあ、あんまり名古屋行きたくないけど、名古屋行こうかなーっていうのキーもあったんですけどって言って言うたんですよ。それでまあできたらそのまあ三重県の人間なんでスポーツセンターも鈴鹿スポーツガーデン使いたいんですけどって言って、それでそれが行くことができないもんでバスを僕言ってるんですよって言って言ったら、それバスのことを愛に言ってもらっても困るんですわっていうやっぱり言い方やったんですよ。それでいやだからそのなんか同行解除をつけないとその福祉タクシーってなんか使えないって聞いたんですわって言ったら、いやでもなんかねそのまあ車椅子でしか使えないとかその人は言わなかったんですが、そんなことはなんかわからないみたいで担当が。それで同行解除、まあそもそもねそれを受けるためには同行解除をやっぱ受けないとそのタクシーを利用できないんですわ。それでさっき言った通りタクシーはやっぱり視覚障害者だけって言ってましたし、それでまあ同行解除を受けてからいろいろ相談しようかなと僕も思っとったんですけど、なんかね同行解除がなんか無理みたいなんですよ。で僕言うたんですよ、これでも同行解除を受けていろいろ連れてってもらおうと思っとったんですけどって言うたら、いや樋口さん同行解除っていらないですよって言って言う言い方をされて、って言うたんですよ。でも僕障害者の手帳一種一休なんですけどって言って、目も片方ないんで、それで視力も 0.03 ぐらいしかないんですけどって言ったら、でも樋口さん実際動けますよねって言われて何回もやったんですよ。それで、でも視覚障害者って言ったら車乗れないと当たり前って分かってますよねって言ったら、いや、それは分かるんですけど、でも電車でとか、そうやって地下鉄とかで行ってるじゃないですかって言われて、まあ僕が言うたことがあだになったんかなと思ったんですわ。それで、他の視覚障害者の方から聞いたら、あんた見えるって言うたやろって言って言われたんですよ。いや、僕見えるって言うてませんよって言うたら、いや、だってそんなもん、近鉄乗って地下鉄乗って、そんな水族館とか動物園行ったって言うたやろって言って言うたもんで、言うたらダメなんですかって言ったら、あんたそれ言うたらあかんでって言って言われたんですわ。いや、でもなんかね、生活のこと聞いてて、それを喋ったんですわって言ったら、まあ、そうなるわなって言ってその人が言われたんですわ。でも、やっぱりね、さっきの
まあ、市役所のことの、人と一緒やと思うんですけど、まあ、見えてる人から見たら、動けるで、この人はどこでも行けるやろっていうふうに、やっぱり判断するみたいなんですわ。だから実際のことを、あの人だっていうのは見てないですから、どこまで苦労してるかっていうのは。だから結局その、相談員の人でも、実際の話しか聞かないから、わからないんですよ。でもまあ、車乗れないっていうのは分かってるはずなんですけど、まあ、なるべく、どこ介助を受けさせたくないっていう感じなんですよね。あれ見ていると。それとやっぱり介護と一緒なんかなと思ったんですよ。それあれもやっぱり税金がいるからかなって僕思ったんですけど、でもおかしいですよね。車乗れないのに、分かっとって受けられないっていうのも。それ言うたんですけど、なんかね、聞いてくれなかったんですよ。それまたこれもあかんねえなと思って、それで、いやー僕はただの単なるスポーツカーで行きたいもんで、ただバス出してほしいんですけどって言ったら、いやそんな県とか鈴鹿市に言うとまんなんて困るんですよってやっぱりその人も言うてて、いやそれで困ってるんですけどなんとかしてくれませんかって言ったら、いやーちょっと考えてみますけど無理だと思いますよって言ってその相談員の方も言われて、なんですよ、まあね、なんかね見えてると思われるみたいなんですわ。でも行動できるってことは大事だと僕は思うんですけど、なんかね、視覚障害者の方から聞いたら、あんたそんなこと言ったらあかんやんかって言われたもんで、まあそうやなと思って僕もね、ちょっと反省しとったんですけど、言うて帰っても遅いですからね。まあでも話の成り行きでそうなってきますからね。そういうことなんですよ。だからね、介護と同じで、やっぱりね、できるって言ったらダメみたいなんですよ。それで、まあ、もちろんね、それでさっき言った通り、まあ、タクシー券もこんだけしかないし、結局タクシーすぐ乗ったらなくなりますから、でタクシーもさっき来ないって言ったじゃないですか。でその話もしたんですけど、なんとも言えないんですわってそこの人も言ってて、それでまあ結局電話をそれで終わったんですよ。それでね、県のね、教育委員会にもちょっと電話したんですよ。それでまあいろいろまあ今までのことをいろいろ話して、で県の教育委員会の方が障害者福祉課っていうまあ三重県の県がやってるところなんですけど、そこに相談されてくださいって言ったら、そこの方はすごい相談乗ってくれたんですよ。それで今までとは違うあれやったんですよ、県の方やったんですけど。それでスポーツガーデンのことも言ったら、ああ、知ってますよって言われて、あれどうやって行くんですかって言ったら、いや、私も、その実際行ったことないんで分かんないんですけど、なんかバス停からなんか歩くんですよねって言ってました。それでいろいろその人もなんか調べてくれたんですけど、そのタクシーの値段のことも私言ったんですけど、そしたらね、一応、どうですかね、白子の駅から鈴鹿スポーツガーデンは20分かかるって言ってました。それでタクシーの値段が3500円って言ってました。それで、まあ、僕もね、言ったんですよ。そうなんですわ。そういう値段なんですわって言うたんですよ。それで、うちから来たらなんか往復6000円行って、なんか白子から3700円なんですよって言ったら、まあ、だいたい合てますねって言われたもんで、それで、これどうしたらいけるんですかって言ったもんで、いやー、でもこれ無理ですよねって言われて、それで、30分ぐらいはある、15分とは一応書いてあるんですけどって言ってその方も言われてて、いやーでもこれ難しいですねって言われて、でもな、それで樋口さんっていうのはどういう障害なんですかって言われたもんで、まあいろいろ視覚障害者で一応手帳が一種の息を持ってるんですわって言って、それで目も事故で片目なくなったんですわって言うたら、それで大変でしたねって言われて、それでなんかね、いろいろ僕いろんな人と相談して同行介助を受けて、福祉タクシーを使えるようにしたらどうやって言われたんですわって言って、それで、まあ鈴鹿市も相談したんですけど、なんか使えやんって言われたんですわって言うたんですよ。それでね、なんかね、僕は行動力があるから使えないって言って言われたんですわって言って、その、障害福祉課の三重県の、まあ、何やったっけ。教育委員会からの紹介を受けた、障害福祉課の方の方に言ったんですけど、そうなんですかって。でも、
受けられないとおかしいですよねってその方が言ってて、でも肥後さんって一生の一級で視力も 0.03 ぐらいなんですよねって言われたもんで、そうなんですわって言って言うたら、そらおかしいですよって言って言うて、それは受けられますよって言って、でもそこを言ってる方が言ってるとこはおかしいですよって言ってやっぱり言われてて、まあそうですよねって言って、でも僕電車乗って地下鉄乗って名古屋の施設行けるんですよって言っちゃったんですよって言って、でもこれはもう三重県でどこも行けやまでそう言ったんですわって言ったら、ああそうですかって言ってたんですわ。それで、でも使えやんというのはおかしいですよって言って、そこの方も言ってて、使える義務なんですからって、同行会場って言って、それでまあいろいろね、そのなんかね、その鈴鹿スポーツガーデンのバスのこととか、まあ不便とかね、まあ言ったんですけど、全然ダメなんですわって言ったんですよ。それでなんかそのあの県庁のスポーツあの推進委員会とか鈴鹿市の市役所も言うて、まあ、あの、全然、まあ、野暮やと思うけど、視覚障害者支援センターの通のとこにも電話したんですけど、ダメなんですよ、って言って。それで、その、スポーツガーデンの所長さんとも話したんですけど、全然ニッチもサッチもいかないんですわ、って言って。それで、その所長さんはなんとかしたいけど、なんとも言えやんって言って言われたんですわ、って言って。それで、市役所とか、まあ、県庁も言うたんですけど、なんかね、県庁と、その、市役所がなんか連携ができてないみたいですよって言ったんですよ。それでそこの人言ったらね、困ったもんですねって言って、やっぱりそこの方が言ってて、それで僕言ったんですよ。いや、タクシーもないし、それタクシー券もね、あんまもらってないんですよって言ったんですわ。で、枚数とか値段のことも言って、それでタクシー自体もね、ないから、いざ使おうと思ったら使えないんですわって言ったら、そうなんですかって言われて、それで僕らっていうのは、その、まあそのお金払ってスポーツジムとか例えば市民プールとかでも行きたいんですけど行けないんですよって言ったんですよ。それ危ないって言われて、目の悪い人はって言うたら、ああそうかもしれませんねって言われて、で一応名古屋とか東京にはなんか施設があるみたいですよって言って、あの障害者のスポーツできる施設もあるみたいですよって言ったら、ああ聞いたことありますって言ってて、でも三重県ってないんですかって言って言うたんですよ。で、なんか2の視覚障害者スポーツセンターとのなんかあるみたいって僕聞いたんですけど、なんか人から聞いたら、プールとかもなんかスポーツリーグはないって言ってたんですわって言うたら、あー、そこですよねって言われて、で、なんかでもそこの方が言ってた、あそこでも体育館となんかグラウンドと、なんか卓球やるとこが、テニスコートがありますよってそこの福祉課の方が言ってたんですよ。それね、なんかでもプールとかね、そういう運動器具はないみたいでしょって言われて、やっぱ同じことを言われたんですわ。いや、でもあそこはでもなんかバスで行けるみたいですよって僕言うたんですよ。なんかバスが直接行くみたいで、まあ本数はなんかあんまりないみたいなんですけどって言ってたんですよ。それ鈴鹿スポーツガーデンはなんかね、バス行けないんですわって言って、それ新商社手帳も使えるのにって言って言うたら、おかしいですよねって言われたんですよ。で本当はそこ使えるようにしたいですよねってそこの方も言ってて、一応シャトルバスの話もしたらなんかね、ね、バスがもうちょっとそっち行ってくれたいのになってそこの方も言ってましたね。一応、まあ、それにそこの方がね、まあ一応個人情報があるもんで、ヒグさんのこと言ってもよろしいですかって言って、まあ数か所にはちょっと言うんですけどって言ってました。私は言いますけど、名前言ってもいいですかって勝手に言ったらまずいもんでって言って、あ、私は別にどこ言ってもらってもいいですよって言って、まあそこの方には言っといたんですけど、それでなんかね、ちょっとね、他の人に聞いたらなんか距離がね、めちゃくちゃあるって言ってましたよって言って言ったんですよ、そこに。それでなんかね、通の視覚障害者スポーツセンターの方もなんかいたみたいで、なんかね、いくら歩いてもね、なんかずーっと平原が見えとるもんで、田んぼだけやもんで、で、なんか車でも行ったらしいんですけど、めっちゃ遠いって言われたんですわって言うたんですよ。通の視覚障害者スポーツセンターにも電話したっていう話もしたんですよ。僕そこにも電話したんですよ。で、そこの方がね、なんか距離測ったら 2.5 キロもありますよって言って、それでそこの女の人がなんかね、あれ30分以上はかかりますよって言われたんですわって言ったら、そんな遠いんですかってそこの方が言ってたんですよ。それで、あと、その、まあ、三重交通バスの方にも聞いたんですけど、僕。三重交通バスの方がこういうことも言ってたんですわって言って、15分ぐらいですよって歩いてって言ってました。まあ、三重交通バスってのは市バスを、まあ、
運営してるとこなんで委託を受けて、でその話もしたら、なんかでもあの人らなんか本当は歩いたことないとちゃいますかねって僕言うたんですよ。まあそうやと思いますよってその人も言うとったんですよ。大体しかわからんみたいでっていうことやったんですよ。それでね、まあ、なんかね、スーガスポーツガーデンの方がなんかこうやって言うてたんですけど、僕言うたんですよ。なんか、その距離を見てもらったら、3.5 キロとか 4キロとか言って、なんかみんなね、話が違うんですよって言うたら、ああ、それぐらいあるかもしれませんねって言って、言ってましたね。でも、あそこを歩くのは、大変ですよって言われて、で、あそこで交通量ってどうですかって言ったら、まあ、交通量ね、なんか多いみたいですよって言って、噂で聞いたみたいで、それであそこ視覚障害者の方一人で歩いてもらうにはちょっと危ないと思いますわって言って、まあでもね、バスのことを今言ってもなかなか改善もしないと思いますから、一回ちょっとアイパートナーさん、ヒグさん使ってみえるって言ってましたよねって言われたもんです。はいって言ったもんで、だからアイパートナーさんちょっと一回訓練しもって一緒にちょっと一回歩いてみたらどうですかって言ってました。そしたらなんかね、発見が見えるかわかりませんよって言って、それ生き方次第によっては早く行けると思いますよって言うたんですけど、その方は、いやー無理と思いますけどって言って、いやでもわかんないですよって言うたもんで、それで、まあ一応調べてみますとは言うとったけど、なんかね、難しいですねって言って、言ってましたね。いやー、そういう感じやったんですよ。だからね、言える方には全部言ったんですよ。そしたらね、やっぱりね、その、やっぱりその障害者の、とかかと人に聞くと、やっぱりちゃんと話は聞いてくれましたし、通の障害者スポーツセンターの方もね、ちゃんとしっかり話聞いてくれて、女性の方だったんですけど、それでスポーツガーデンのことを言ったんですけど、まあね、本当に困りますよねって言ってました。そうなんですかって言われて、それでうちではそういう施設がないもんでダメなんですわって言われて、まあ今までのこと話したんですけどね、それもダメやったんですわ。それでさっき言っとった愛の相談員の方もなんかね、バス探しとくとは言ってたんですけど、まあいろんな方がね、まあバスは探しとくとは言っとったんですけどね、え、生き方僕ないと思うんですけど、僕は探したんですから、あれ以上ないんじゃないかなって僕思ったんですよ。それね、まあ念のためにね、ちょっと聞いたんですわ。鈴鹿サーキットから歩けるんかなと思ったら、それもとてもじゃないけど無理らしくって、1時間ぐらいはかかりますよって言われました。まあね、タクシーはね、15分ぐらいで鈴鹿サーキットから行けるみたいなんですけど、ね、面倒ですよね、そんな鈴鹿サーキットまでバスで行って、そんなとかタクシー乗るっていうのも。ねえ、それでさっき言っとった通り、タクシーが本当に来るかどうかもわかりませんからね。なかったらもう来ないんですから。タクシーもね、本当にね、安定してないから、台数が、さっき言った通り、ものすごい借りられてますから、もう、ちょっと行ったらもう終わりなんですよね、もう。だから乗れないんですよ、僕らが。もう、だからね、本当に困るんですけど、あとね、まあ、スポーツはちょっと関係ない話になるんですけど、まあ、障害者福祉センター、県の方、まあ、ちょっとついでにお話ししといたんですよ。視覚障害者っていうのは、何事難しいんですよって言って、言われて、いや、僕ちょっとスポーツはちょっと関係ないんですけど、音楽のことを言っとくんですけど、僕フルート習っとったんですけど、その、前の先生はちゃんと全盲の方も教えてくれて、楽譜読めなくても教えてくれたんですけど、いや、その人がもう、教えられなくなって、それで、他探してくれって言われたんですわって言うて、それで他探したら、みんな断られたんですわって言うたら、え、そんなんですかって言って言われて、でも、視覚障害者のことは習われるかなと思っとったんですわってその人言うとって、いやー、それがね、スポーツと一緒でね、なんかダメなんですよって言って、で、結局その、著作権、まあ、ジャスラックのことやと思うんですけど、著作権をね、なんか言うてくる人が多くって、旅行自体ができないんですわってね。ボイスレコードで本当は旅行して、視覚障害者は旅行せんと覚えられやんのですけど、それもさせてくれんのですわって言って言うたら、それ大手は余計ダメですよって言うたんですわ。それ個人の方はなんか女性の方、ピアノとかフルートは女性の方が8割方教えてるもんで、ほとんど断られるんですわって言うたんですよ。それで僕の知っとる視覚障害者の方も、まあ、ピアノの人のことを言うたんですよ。名前も言うといたんですよ。知ってるって言ってたんで、まあちょっとここでお話、名前は言えないんですけど、
あのその方もからも言われたんですけど、なんか再度何回も言うても全然断られましたよって言って、言ってましたよって言うたら、そうなんですかって、なんでなんですかねってその人も言うてたんですよ。それでなんかね、一般の方はね、習えるんとちゃうかって言ってますけど、全然そんなもの実際はダメなんですよって言って言うたんですよ。いや、知らなかったですわって言って言うといたんですよ。まあついでにね、言うといたんですよ。まああんま関係ないんかなと思ったんですけど、まあ障害福祉課の人やもんで、まあ関係あるかなと思って言っといたんですよ。だから僕らっていうのは習い事できないんですよって言って、そういうことなんですわって言って、で結局まあスポーツでも、まあその音楽にしても今まで教えたことないから教え方がわからんになるんですよって言って言うたら、そうなんですかって言って、いや、だから僕らってどうしたらいいんですかねって言って、だから泣き寝になんですかねってその方にも言うとったんですよ。スポーツもあかんし音楽もダメって言われてるんですよって言って、これなんだ、世の中一体どうなってるんですかねって僕言うたんですよ。そしたらそこの人もね、びっくりしとったんですよね。あの視覚障害者の人で耳がえで、すんなり教えてもうとるんかなと思っとったんですけど、そうなんですかって言ってました。まあそれがね、本当にねダメなんですよね。まあこれもいろんな人が聞いたんですけど、ギター習うにしても習えないって言って、それで目の悪い人よう教えないとかって言われて、音を取ってはいけませんからね、音を取ってはいけないもんで、なんかね、あのプロの方の音を取ると著作権法に引っかかるみたいなんですよ。それ素人の方が演奏する分にはなんかいいみたいなんですけど、まあ下手したらそれも取られるみたいで、演奏会をやると、そういうことを言ってましたね。それでまあジャスラックやと思うんですけど、まああれのおかげで視覚障害者大変やって言ってましたね。まあ僕もそう思ったんですけど、あんま言うとまずいんで言えないんですけど、やっぱ著作権のお金払ってくれって言われたら困るんで、それがね言われてからものすごいね大変みたいですよ。やっぱり僕らにねすごい幸せが来てますね。だから取るためにはお金がいるから、結局まあ結局会社としても払えないから著作権を、だから障害者はダメっていうふうになるんですよね。これはまあそれは一般の方にもそれ言うと思うんですけど、障害者一番弱い立場のものが一番しわ寄せが来るんですよね、結局は。だからね、何でもかんでもね大変なんですよ。あのまあ皆さんね、視覚障害者で教えてもうとるやろ、まあ大丈夫やろ、目がええで感覚はええでって思っとるみたいですけど、全然ダメなんですよ。まあね、本当にね疲れましたね。もうこの駿河スポーツガーデンのことでめちゃくちゃ疲れましたわ。どこ行ってもダメなんですもん。まあね、その方に言ったんで、まあ改善がまあねこれからあるかと思うんですけど、ね改善してくれるといいんですけど、あのまあ皆さんももし鈴鹿市そばえてる方、障害者の方もし見られてたらね、言ってください、こういう話を。一人で言ってもね、これなかなか聞いてもらえないんですわ。それで鈴鹿市は障害者言う場所はないですから、どうでもならないんですわ。だからこれは三重県の障害者の方がみんなが一斉で言ってもらわないとダメじゃないかなと思います。だから一人よりもやっぱり10人よりも100人よりも、まあ飛ぶんですけど1万人ぐらいの人が言えば変わると思うんですよ。一人が言ってもね、もうどうにもならないんですよ。それで聞いたことないって言われたら、もうここでこうなんですよ。だから皆さんよろしくお願いします。まあでもね、鈴鹿スポーツガーデンに行きたいですね。まあバスがね本数少なくてもいいですから、あのバスがちょっと行けば済むことやのに、それも行かないんですから。でもね、なんかね、あのバスもそういう目的じゃなかったんとちゃうかって言ってましたね、初めから。だからバスはまっすぐ行くために、多分ついでにあそこにバス停があるんとちゃうかっていう話もありますね。だからそのバスとバス停と、まあ、鈴鹿スポーツガーデンが全く場所が違うみたいですから、それはかなり遠いですよね。まあ三重県やなと思って、これが悲しいんですけどね、言いたくないんですけど、これは三重県やなと思って、難しいんですよ。あのね、それとですね、
まあ、ちょっとね、僕、人から聞いたんですけど、まあ、全然これ違う話なんですけど、車の免許持ってますよね、皆さん。それ、車の免許持っとる人で、障害者手帳持って車乗ってる方も見えるみたいで、それ、まあ、もともとが車乗ってる方やと思うんですけど、それも目が悪くなって視覚障害者手帳持ってる方やったんですけど、なんかね、中心が見えとったら車乗れるみたいですよ。まあ僕はね、視力がそこまでないんで無理なんですけど、もう元々から免許ないんで取れないんですけど、それでだんだん見えなくなる人っていうのは、視野っていうのは外側から欠けてくんですよ、緑内障の人っていうのは。それで中心が最後は残ってそれで終わりになるんですけど、そういうのが多いらしいんですよ、失明には。それでその中心だけ残ってると、あの警察の人がまあ見ると思うんですけど、中心ではね、その視力はなんか通るみたいで、だから危ないですよね。障害者手帳を持ってる方がまたその車を運転するのもまた僕は問題だと思うんですけど、だからああいう人らでも結局はそのまあ僕と同じ状態なんですかね、言ったらまあ交通の便が悪くなるから車を手放しかなたくない、まあその高齢者の事故が多いというのもその原因やと思うんですけど、やっぱりそのまあ三重県だけじゃなくって、あの他の地域でもそうやと思うんですけど、あの交通の便が悪いとやっぱり車を手放したくないから、見えとる見えとるって言うんやと思いますけど、まあそれ検査してそれ通らなかったらそれはダメなんですけど、やっぱ通ることがやっぱ多いみたいなんですよね。で能力検査とかもなんか75ぐらいかするんですかね、あれ能力検査とか、まあ認知検査とかもするんやと思いますけど、まああれも通らんと免許ね取りあんだとか再免許、あのもう一回講習受けてくださいってなると思うんですけど、それあんまひどいと免許をまあ返さないといけないんですけど、まあね事故多いですから、それでまあ結局ね障害者になってまあ車を乗っとるってことなんですよね。だから警察の人が中心見えとって OK って言って、だから手帳持って車乗ってる方もたくさん見えるみたいですよ。まあ僕もびっくりしたんですけど、怖いなと思いました。もしそういう人に惹かれたらどうなんのかなってやっぱり思うんですけど、まあでもね、やっぱり交通の便が悪いとそうなんのかなと思いました。多分僕はね、見えとって、障害者になって、まあ中心見えとって、まあ警察が OK ですよって言ったら僕も乗ると思いますわ。やっぱりね、そうなると思いますよ。だから、交通の便っていうのはちゃんとしてほしいですね。国も県も。本市内で事故も多いし、こうやって障害者とかもこうやって不平不満がものすごい増えますから、で、タクシー券もなんてかしてるし、まあタクシー券増えてもね、タクシーがないからどうにもならないんですけど、一応、鈴鹿は、大きい会社はね、近鉄タクシーと三幸タクシーしかもうないってことなんですよね。それで名鉄タクシーも撤退して、それでなんか三幸タクシーはこの鈴鹿と四日市が合同で今やってるみたいなんです。そういう状況なんですよね。タクシー自体がもうないんですよ。だから島の方とか行くともう1台ぐらいが走っとるみたいで、まあ熊の尾鷲とかも全然ダメみたいで、まあタクシーは走ってると思うんですけど、多分もう夜遅いとないんじゃないかなって思いました。やっぱり田舎に行けば行くほど福祉環境ってのもあまり良くないっていう話なんで、そういうことを言ってましたね。ではね、また皆さんよかったらいい、案を教えてください。でも今日は長い間ご付き合いいただきありがとうございました。これで失礼します。